10月1ヶ月間スマホアプリで歩数と走った距離を競う参加無料のオンラインイベントオクトーバーラン&ウォーク2021年のエントリーおよそ15万人参加者の9割以上が満足大変満足と回答しました。イベントの目玉は全国市区町村対抗戦歩いた走った街の実感参加してよかった。歴史ロマンとグルメの街山形県米沢市健康長寿の街づくりを旗印に掲げる上杉の城下町ナンバーワンの魚川は中川勝市長72歳、オクトーバーラン&ウォークをきっかけに毎朝3時起きで歩く習慣が身につきました。ご自身の自覚では肉体年齢何歳でしょう。まあ多分ね、50代くらいでねえかなと。その自信を証明するように市町村対抗戦2020年総合優勝、2021年第3位、やりましたね市長。何よりも市民の皆さんが元気で明るく、市民一人一人も燃えています。たくさんの方がスマホを持って走ってるし歩いてます。日々刻々とそれぞれ皆さんの距離が伸びていく、そこに絶対曲げないという気持ち。前の日買ってたのが急に逆転されてたりということで、リアルタイムで順位が分かるのがすごい楽しかったです。とにかくね、いろいろコース歩いてましても、本当多くの市民の方とすれ違いますので、体にも顔にも張りがあるといいますか、やっぱりにこやかですよ。健康長寿日本一意識をし始めてきて、成果が出てきているというふうに私は捉えています。事務局も熱い。訪れた市民にはアプリのダウンロードを手取り足取りレクチャー。さらに一人でも多く参加してもらうために取った戦略は、独自のイベントチラシを作成して、それを広報誌に挟んで全国配布しております。米沢市独自の特典として早めにエントリーされた方に対する新規で、こちらが目標達成された方に対する特典でネックウォーマー。2022年は市内各所に設置されたデジタルサイネージでイベント情報が随時配信されます。実際に街をこう自分も歩いたりしていると、結構やっぱりその期間中ウォーキングとかランニングされている方をお見かけするので、明らかにこの回を増すごとにイベントへの参加者っていうのがすごく増えていっておりますので、オクトーバーはウォークもランもリベンジ目指して頑張るぞー。